ガタガタ名人が始まるよ。はい、こんにちは、ガタガタ名人佐藤です。今日もよろしくお願いいたします。今日は、琵琶湖の古東側ですね。琵琶湖の古東の平野部をね、ちょっとね、今巡回してます。で、今たどり着いたのが、こちらの水路です。はい、まあ三面コンクリでね、まあいかにもというところなんですが、そこで今日紹介したいのは、ちょっと魚じゃないんですけどね、水生植物なんですが、こちらです。これです、これ。それからあそこにもあります、ここにもあります。ちょっと今から行ってみたいと思います。はい、今日紹介したいのはこちら、アサザというね、浮遊植物、水草なんですね。はい、でこれ皆さん知ってる人もね、もちろん、生物系の人だとね、皆さん知ってる方多いと思うんですが、まあこういうね、水面に浮く葉をねつける、有名な水草で、比較的全国に昔からあったそうなんですが、こういう浮く葉というのは、あの波を受けるね、水域はあまり、好まないらしくて、やっぱりなかなかね生きていくの難しいん でこういう風がね当たらない水路や池に多いそうなんですね。でただそういうところというのはやっぱり開発が進んだり、水質がね、汚染されたりということで、年々姿をみんな消してるそうです。でまあその代表的なのがね、あの猪苗代湖とか、霞ヶ浦、北浦ですね、あの辺りはすごく保全活動をねされているそうで、このアサザがね、どうやって残していけるんやのかっていうのをね、皆さんがいろいろ NPO とか、もちろんあの市町村のね、とか県含めて、行政の、政策なんかも入ってるそうで、皆さんがね力を合わせてこのアサザを守ってるそうです。ただなんかこれ遺伝的なものでね、なんか60個体分ぐらいしかね、なんか存在しないっていう調査もなんかあるらしくて、ちょっとねさっきネットで見たんですが、とにかく全国にね残ってるののほとんどが同じ株からなんか派生したものだみたいなことが書いてあったんです。あまり僕も詳しくないんでね、わかんないんですが、そういった水草だそうです。でこの水路に関して、ね、そうですね、このねもう典型的なね、もういかにもという朝なんですね。でこの水路に関しては、割とね昔から、あります。僕が知ってる限りではもう20年ぐらいは、ここにあります。でこれがね、例えば霞ヶ浦から来た株なのか、それとも昔からここにあったものなのか、まあ、その辺は僕分かんないんですけども、そういったところです。でなんか僕のイメージだといつも 葉のねこの縁がねちょっと波打ってね、ビロ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 っとしてるかなっていうのが僕の中で朝なんですね。はい、そして、まあねこの辺ガガブタとかトチカガミとか、まあ、羊草、あとはいろいろある、あこの朝田もあるんですけど、まあ、パッとね見るときには、まあこの夏前後ですねは花をみんなつけるんで、この花をねチェックすればすぐ分かるんですね。はい、で朝田の花は黄色です。これがまあ最大の僕の中では特徴かなと思います。まあ、このように黄色いね綺麗な花が咲くんですね。でよく見るとこの、5枚のね花びらからなっていて、さらにその縁がねすごい切れ込みが入ってね細かいですね。でこれがまあアサザのなんか繊細さをね
うまくなんか表現してる部分かなっていうのは僕昔から思っていて、すごく、好きな花の一つですね。ただ植物に関してはもう本当にね全くの素人なんで詳しいことは分かりません。ただただいいなって思ってるだけです。すごい綺麗ですね。はい、そしてちょっと移動してきたんですけども、またこちらの方にはね、また朝座があります。でその量がこちらです。ずーっとねいっぱいあります。でここも20年前からこっちの方が多いんですけどね、今年来てもこっちの方が多いです。でまあ一応ね、紹介なんでちょっと歩いてみたいと思います。はい、もういっぱいありますね。綺麗な黄色い花も咲いてます。これなんか水中に沈んでる花もありますね。こんなちょっと流れがきつくなっちゃってるところはね、こんな感じで沈んでる葉と浮いてる葉とありますね。はい、こちらの朝だね、すごい葉っぱ大きいですね。これ立派です。うん、だいぶいい綺麗な葉っぱですね。裏面はこんな感じですね。はい、はい、ということで今日は、ちょっとね、結構希少な水生植物、水草の一つでもあるアサザですねを紹介しました。で本当にプチ情報でもあるんですが、意外とこれ、マニアックな情報じゃないかなと僕は思ってます。はい、でただやっぱり魚と同じように、水草も、すごくね減ってもう姿を消しつつある種類っていうのもあるんですね。やっぱそれはもう植物だろうが動物だろうが同じで、やっぱりねみんなでそこの地域の人、それからまあ外部から来る人も含めてやっぱまあ意識してね守んなきゃいけないものなのかなっていうのはあると思いますので、できればね皆さんもそうやってそういう思いを持った人になってもらえるとありがたいなと思うので、皆さんの協力もぜひよろしくお願いいたします。ということで、今日は朝田でした。まだまだ今日はね朝はまだ10時ぐらいなんで、これからいっぱいもうひたすらね、車で走り回ってその場であったものをねどんどん紹介していきたいと思うので、楽しみにしててください。それではまた行ってきます。ということで、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。それでは行ってきます。